まず板チョコを用意します。板チョコを細かく刻みます。板チョコを湯煎して溶かします。だけどどんな形にしようかな。ハート型はまだ覚悟が。やっぱりあの形。自分の頭を渡されるのは迷惑かも。なら水溜め君に食べられちゃいます。まあダメ、そんなとこかじらないで。口いっぱいに音を立てて。未成年ですよ。やっぱりダメ、違う形にしないと。だったら姉さんにしてみて。なんで暗くなる上は。湯煎して溶かしたのにまた板チョコを作ってしまいました。シグやったー。待ってよー。あかん。この前のドラ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 。思った通り、かわいこちゃん飛んでったっちゃ。むなしい。3番目以降の妻として。まさかこの世界多彩性だとは思わなかった。顔には目をつむって責任のない第三夫人にでも収まっておこうってことなんだろうな。結婚ってそんなんだっけ。その方々は。お、私がとてもお世話になった恩人というか、すごく仲の良い二人だったので、学園の生徒たちの結婚観がかなり異質に思えてしまって。恋愛の延長と考えないでしょうね。政略結婚みたいなものですか。お金目当てじゃない分、あの二人がマシに思えてきた。なんかまだまだ終わりそうにない。こうなったら。すいません、ちょっと通してもらっていいですか。今地頭が繰り広げられてるから。なんだ、あんたらの邪魔はしないから通してくれないかな。お前らにも付き合ってもらおうか。戦うだけ無駄だよ。俺らはポイントを集めるつもりはないんだ。俺はこの試練をゲームとして楽しんでる。ゲーム放棄は見過ごせねえな。お前たちがどうしようと構わない。3対3ならちょうどいいじゃない。こいつらに勝てたらここを通してやるよ。高藤君の交渉力がないな。何この状況。お前たちも災難だな。後から来た二人がウサギと同等以上なら勝ち目はほとんどないと言っていい。そうそう、白が一番弱いからな。ハンマの女とそっちの娘はキープで状態は問わないが。じゃあ男の子だけ殺すのです。高藤君。うん、死ね。な、じゃあ通ってもいいよね。このまま通すわけ。嘘つき。もしもし、起きてくださいまし。やっぱり同じ。もしや、あなたは女の方ですね。だってだって同じ目なのですもの。私と同じ種類の方なのでしょう。つい恐ろしくて。あの女、どこが女だ。それでは男。そうだ、よく見ろ、男だ。貴様が僕のためを思って妨害するはずがないからな。なぜ私と同じ目をしておられたの。もしやあれがお兄様。アスカチワワ。待ってよ。邪魔さんかい。あの子は僕の見合い相手だ。行け、メンド。なあ、ちょっと待ちなさいよ。追ってこないわ。お手をどうぞ。大丈夫ですか、お嬢さん。はじめまして。かわいそうに、こんなに怯えて。お嬢さん。さっきのあれが妹だったのか。お嬢さん。どうだ。お見合い再開ですな。シュー太郎、これシュー太郎、どこだ。